僕のプリン食べたでしょ。僕のだって言ったのに、うさちゃんって全然話聞いてないよね。ブン。何さ、猫ちゃんだって僕のアイス食べたことあったじゃない。猫は賢いってよく聞くけど、猫ちゃんは忘れっぽいよね。何よ。そんな君に聞かせたい名作があるの。100秒でわかる名作劇場、赤毛のアン。はじめ。これは夢見がちでおしゃべりなお騒がせ少女のお話。とても美しい島にマシューとマリラという老兄弟が住んでいました。やがて2人は男の子を養子に迎えることを決意しました。お迎え当日、マシューが待ち合わせの駅に着くと、待っていたのはなんと赤いおされ髪の女の子。男の子の約束だったはずじゃ。もしかしてマシューさん、お目にかかれて嬉しいわ。私はアン、島で暮らすのとっても楽しみにしてたのよ。手違いだったなんてとても言えない。ひとまずアンを家に連れて帰ることに。わあ、綺麗な木、花嫁さんのベイリーみたい。夢見がちでめちゃくちゃおしゃべりでした。でもアンのおしゃべりを聞いているとマシューはなぜだか幸せな気持ちになりました。家に着く頃にはすっかりアンのことを気に入ってしまいました。マリラに事情を話すとアンを返してくるように言われましたが、そんなー。マリラも次第にアンの不思議な魅力に心を動かされ、アンを迎え入れてくれました。マシューは優しく、マリラは時に厳しく、アンを大切に育てました。小学校に行くようになったアン、一人だけ花飾りいっぱいの帽子で学校に行って叱られたり、いちご水とワインを間違えて親友に飲ませて怒られたり、なかなかのお騒がせ娘でしたが、みんなに愛されていました。アンのライバルはクラスメイトのギルバート。やい、人参、人参、人参じゃない、人参、人参、人参じゃないってば。でも本当はね、ギルバートはアンのことが好きだったのよ。しかしアンはそんなことはつゆ知らず仕返しをします。中学生になると互いに成績を競い合うようになった二人は同じ高校に進学、やがて同じ教師という夢を目指すようになります。アンは大学への進学が決まっていました。しかしそんな矢先、マシューが死んでしまいます。マリラおばさんを一人にするわけには。アンは進学をやめ隣町の教員になることを決意しますが、なかなか学校が決まりません。そんなある日、アン、学校が決まったよ。嘘、やったー。でもなんで。実はこれギルバートのおかげ。すでに隣町の教員になることが決まっていたギルバートでしたが、アンの噂を聞きつけ自分の働くはずだった学校を譲ってくれたのです。ギルバート、私のためにありがとう。今までごめんなさい。役に立てたなら嬉しいよ。ねえ、僕たち仲直りできるかな。うん。2人はついに仲直りしました。2人が恋人になるのは少し先のお話。終わり。喧嘩するほど仲がいいってことか。大切なことはお話が教えてくれる。じゃあね。うさちゃん、プリンのことは許す。僕こそごめんね。本当はうさちゃんのこと大好きだよ。ありがとう。僕も猫ちゃんの忘れっぽいとこ大好きだよ。ありがとう。ておい。政治よ。